言いがかりはやめろ。証拠でもあるのか？お前、このことは親父にも報告するぞ。覚えておけ。企画部に所属している僕は、専務の息子である同僚に企画を盗まれてしまった。しかも同僚は、コンペでその企画を発表し、最優秀賞を受賞した。この企画は、僕の企画だろう。勇気を出して抗議したのだが、逆切れされてしまい、地方へ左遷される羽目に。抗う術を持たない僕は、黙って左遷先へ赴いたのだが、そこで思わぬ人物と再会を果たした。そしてそこから人生の逆転劇が始まったのだった。僕の名前は板垣俊介。僕は今、オフィス街に隣接する公園のベンチで聞こえてくる会話から思いついたことをスマホにメモしている。別に暇を持て余しているわけではない。この近くの大きなビルの中にあるエンタメ企業の社員で企画部に所属しており、昼休みにここのベンチで周囲の会話を聞きながらアイディアを練るのが日課になっているのだ。今の流行りや日常のつぶやきがきっかけで面白い企画を思いつくことも多々あり、僕にとってはネタの宝庫なのだ。おっと、そろそろ戻らないと。休憩時間の終わりが近づいているのを確認し、頭の中であれこれ考えながらオフィスへの帰路に着く。ゆっくり休めていないんじゃないかって思われることもあるが、昔から面白そうなことを考えるのが好きだったので、エンタメの企画を考えることにやりがいを感じていた。考え事をしながらオフィスに入ると、不意に誰かにぶつかってしまった。言ったって、お前かよ。同期社員の青山和樹が睨むように僕を見た。あ、ごめん。和樹が僕の謝罪に大きな舌打ちをする。午前中に頼んだあれ、もうできた？お昼前に頼まれたあれ？あれは午後に取り掛かろうと思って。はあ？昼一で用意しとけよ。何してんだよ。すぐ取り掛かるね。僕は急いでデスクへ戻り、昼休み直前に渡された資料に目を通した。彼が無理難題を言ってくるのは日常茶飯事で、今では何を言われようと反論する気すら起こらない。彼が僕に雑用を押し付けるようになったのにはきっかけがあった。それは入社したばかりの頃。一見人当たりが良く明るい性格の和樹と仲良くなった。彼は名門大学を出ていて、しかも専務の息子であったが、気さくに周囲と接しているように思えた。入社直後の僕は特にやる気に満ちていたこともあって、いろんなアイディアが浮かび、誰かに伝えたくてあれこれ思いつくと和樹に話していた。和樹は面白がったり、意見を挟んだり、聞き上手なところがあり、僕はそんな彼のことを気に入っていた。そしてある時、僕は企画書を作り、上司に見せたいと思うほど自信のある企画を思いつき、和樹にも意見を聞きたいと思った。この間話していた企画、もっと本格的に考えて企画書作ってるんだ。和樹の意見も聞かせてほしいんだけど、いいかな？他の仕事もしてるのに、よく思いつくよな。いいよ、どんなの？話してみると和樹は、もっと詳しいことを聞かせてほしいと言った。彼が興味を持ってくれたことに嬉しくなって、僕は事細かに説明してみせたのだった。ところが、問題はそのしばらく後に起こった。和樹が上司に提出した企画書が好評となり、プロジェクトを立ち上げることになった。和樹は新人として入社後初の成果を上げたのだった。しかし蓋を開けてみると、その企画の内容は僕が相談したあの企画だった。すぐに和樹を呼び出し問い詰めた。あの企画は僕が話したものだよね。どうしてこんなことを？は？あれは俺が先に思いついていたんだ。お前の話聞いた時は驚いたよ。全く同じこと考える奴がいるんだってね。それにお前はあの企画出さなかっただろ。それは和樹が
この企画にはもう少し調査を重ねて完璧なものにすべきで、まだ上司に出すべきじゃないって言ってたから。そんなこと言った？どちらにしろ土俵に上がらなかったお前にごちゃごちゃ言われたくないね。和樹はそう言って立ち去った。僕はしばらく憤りを感じていたが、彼は今後一緒に働いていく同期だ。トラブルを抱えるのは良くないと思い、彼の企画に協力しようと考え直した。これが今にして思えば甘かったわけだが、以降彼が面倒だと思っている仕事を丸投げしてくるのは決まって僕で、それは今でも続いている。それに気づいている者もいたが、専務の息子である彼が少しばかり同僚に嫌がらせをしているからといって注意できる者は誰もいなかった。そして注意されてないことがわかると、和樹の行動は悪化していった。企画のアイディア出しに強引に協力させて、そのアイディアを利用していくつもの企画書として提出し、それによって和樹の社内での評価は確実なものにしていった。一方、僕のような普通の新人はその頃先輩の企画を手伝ったり、他社から持ち込みの企画のサポートを担当していた。新人が対応するのは決まって小さな会社だ。和樹は嫌がっていたが、僕は初めて僕のアイデアを気に入ってくれる社長さんと出会い、仕事に手応えを感じ始めていた。たとえ僕が企画を立てなかったとしても、担当した企業のために役立つことができるのだ。それが僕のやる気を支えていた。その仕事も一段落して、今日は早く帰れそうだと思っていた矢先、和樹に声をかけられた。これやっといて。渡されたのは、和樹が任された雑務だった。新人ならば誰もが引き受けている雑務なのだが、和樹はこうして僕に回してくる。僕が一息ついた瞬間にも彼の雑務は容赦がない。これ僕の使ってないソフトだから時間かかるよ。今日中で。急ぎなら自分でやった方が僕を待つよりも早いのに、と思いつつも、使ったことのないソフトを使えば自分のスキルになるか、と思い直し取り掛かった。試行錯誤して何とか仕上げ、最終調整には和樹の確認が必要だった。しかし信じられないことに、彼はとっくに帰宅した後だった。今日中だと言っていたにもかかわらず、確認は明日するつもりなのだ。ため息をつき、僕はデータを念のためメールで和樹へ送信し、 USB は和樹のデスクに置いた。時刻は21時。今日もまたいつもと同じ退勤時間になってしまった。そんな日々を過ごしていたある日、社内で若手対象のコンペが行われることが発表された。ここで賞を取れば社内での評価も高くなり、大きな会社との仕事にも関わらせてもらえる。自分の企画が採用となれば、リーダーとして仕事をさせてもらえる可能性だってあった。僕は未来が広がるような気がしてワクワクしていた。実を言うと、こんな時のためにまだ誰にも話していない温めている企画があったのだ。このコンペの趣旨である社内に爽やかな風を吹かせるような企画とやらにぴったりのものだった。準備は慎重に、特に和樹には内容が知られないよう彼の退勤後毎日残業して取り組んだ。そうして締め切りの当日、ほぼ準備が整った僕は油断していた。和樹が退勤したと見誤ったのだった。僕は仕上がった企画書を PC に保存し、 USB にバックアップを取る。同じフロアにまだ残業している人もいたが、違う部署の人ばかりだ。ノート PC を閉じて USB を引き出しの中にしまい、コーヒーで一息つこうと席を離れた。給湯室には誰かが入れてくれたコーヒーが保温されていて、僕はそれを紙コップに注いだ。やっと自分のアイディアの企画を自分の名前で出すことができる。そんな満足感と期待で胸がいっぱいだった。あれ？パソコンが。ところが
コーヒーを手に席へ戻ると違和感を感じた。 PC 画面が開いていたのだ。席を立つとき確かに閉じたはずなのに、僕は立ち上がって残っている社員の中で一番近くの席の社員に尋ねた。誰かこの席に来ませんでしたか？はっきりとは見てないですけど、さっき男性がその席にいた気がします。男性って誰ですか？女性社員の座っている席は島が違うため、この席に座ると立ち上がらないと顔が見えない距離だった。さあ、そこまでは。まだそんなに時間は経っていないはずだ。僕は急いで廊下へ出た。エレベーターが下へ向かっている。階段を駆け下り、1階へ到着するも、エレベーターはすでに開いていた。出口に向かうと、歩道を足早に歩く見慣れた後ろ姿を見つけた。カズキ！呼びかけにも振り返らず、そのまま雑踏の中へと消えていってしまった。今のは間違いなくカズキだ。データを奪って逃げたのだ。しかし、そのどちらにも確証はなかった。しかし、カズキなら僕のパソコンのパスワードを何かのタイミングで盗み見ていたとしてもおかしくはない。フロアへ戻り、パソコンの中を確認すると、比較書は跡形もなく消えていた。バックアップを取った USB も引き出しを探すが見つからず、これも消えてしまっていた。今日は締め切り日だ。僕はなすすべもなく、とうとう企画書を提出することはできなかった。また奪われたのだ。その事実に目がくらむほどの怒りが湧き上がると同時に、その企画に次々思い浮かんでいた自由な発想もしぼんでいくようだった。翌日からも、カズキは何食わぬ顔で僕に雑用を押し付けたが、彼はいつもよりよそよそしい気がしていた。カズキ、この間のコンペ締め切りの日、会社には何時までいた？あんまり覚えてないな。なんでそんなこと聞くんだ？実は、あるデータが僕のパソコンから消えて、バックアップ取ってた USB も消えたんだ。残業続きで疲れてんだろ。データだって確かに保存した？間違えて消したんじゃないの？疑われて怒るわけでもなく、彼はそう言った。それでも、やはりデータを奪ったのが彼だという証拠のない僕は、ただひたすらチャンスを逃したことに落胆するしかなかった。そして迎えたコンペの結果発表の日、最優秀賞を受賞したのはカズキの企画だった。その内容を見てみると、僕が温めていた企画そのまんまだった。データがそのまま使われたのだ。僕は勇気を振り絞って上司に抗議した。この企画は僕の企画です。表彰されたカズキと談笑していた上司に直接言いに行った。君は何を言っているんだ？青山くん、どういうことだね？さあ、何のことだかわかりません。データを盗まれたんです。そう言った途端、カズキの顔色は変わり、声を張り上げた。言いがかりはやめろ。証拠でもあるのか？お前、このことは親父にも報告するぞ。覚えておけ。僕の言い分はほとんど聞き入れられず、上司も専務の名前を出されたからだろう、カズキを追及しようとはしなかった。そしてこの騒動の後、すぐにカズキは言葉通りに専務である父親に僕から難癖をつけられたと抗議したらしく、地方の支社へ移動の辞令が出された。一般社員の僕に抵抗する術はない。黙って移動するしかなかった。しかも地方の支社に企画部はなく、配属されたのは営業職。営業マンとして走り回る日々が待っていた。慣れない仕事に毎日ヘトヘトになりながらも、嫌がらせや盗作からはかけ離れた生活ができてほっとしている自分もいた。そんなある休日のこと、住んでいる地域を把握しようと始めた散歩の途中で、大きな荷物を持ってフラフラしているおばあさんを見かけた。大丈夫ですか？荷物手伝いますよ。あらあら、ありがとう。このままだと
うちまでたどり着かないと困っていたのよ。それはよかったと、僕は荷物を持ち、話をしながらおばあさんの家へ向かった。いつもこんなに運んでいるんですか？おじいさんが風邪で寝込んじゃったもんだから、車が使えなかったの。でもね、今日は息子と孫が遊びに来るから、どうしても買い物しなきゃと思って。なのに、車で来た時と同じ量買っちゃったのよ。そう言って、おばあさんは笑った。しばらくすると、立派な門構えの家にたどり着くと、中年の男性が中から出てきた。母さん、どこ行ってたの？男性は、おばあさんが話していた息子さんのようだ。心配そうにおばあさんに話しかけると、僕に気がついて振り向いた。こんにちは。荷物が大変そうだったので、運んできました。ありがとう。どうぞ上がって。いいえ、僕はここで。そのまま帰ろうとしたが、そこで息子さんがじっと僕のことを見ていることに気がついた。何か？やっぱりそうだ。君、板垣くんじゃないか。どうしてここに？大隅社長？大隅社長は以前僕が関わった会社の社長で、僕のアイディアをいつも気に入ってくれて、企画の進行中にもどんどん取り入れてくれた人だった。その説はお世話になりました。ここの近くの支社に異動になったんです。支社に異動？またどうして？君のアイディアや能力は本社でこそ活かせるものだと思うんだが。ええ、ちょっと上司を怒らせてしまって僕が悪いんです。大隅社長は納得がいかないような顔をしていたが、僕は会社内のいざこざを打ち明ける気にはならず、お礼を言ってそのまま別れた。そんなことがあって、もやもやした悔しい気持ちを思い出したが、また次の日からは営業回りが始まり、忙しくしていることで、その気持ちも薄まりつつあった。それから一ヶ月が経った頃、本社から再び僕に辞令が出された。本社への移動、つまり企画部へ戻れという辞令だった。こんな短期間の間に行ったり来たりさせられることに困惑していたものの、営業から企画部へ戻ることができることに嬉しさを感じていた。僕のやりたいことは企画部にあるのだと再認識すると同時に、再び和樹と向き合うことを考えると気が重くなる。しかし、本社へ出社してみると、予想とは裏腹に和樹の姿はなかった。不思議に思って見渡していると声をかけられた。板垣さん、社長がお呼びです。社長室へどうぞ。女性の後をついて社長室へ入ると、そこには社長と大隅社長が待っていた。板垣くん、先日はどうも。大隅社長。板垣くん、大隅から話は聞いたよ。社長の話によると、社長と大隅社長は古くからの友人で、あの日、大隅社長の自宅を訪れた僕を不思議に思った大隅社長は、その日のうちに社長に電話を入れたらしい。大隅に言われて君を調べさせたんだ。申し訳ない。全く把握していなかったんだが、君が異動になる前、企画を青山くんに盗まれたと訴えていたと耳にしたんだ。そしてさらに調査を進めると、あのコンペの締め切りの日に、和樹が僕の PC を触っていたという目撃証言が出てきたという。目撃していた社員は、僕が上司に訴えてすぐに異動になり、企画は和樹をリーダーとして走り出してしまったため、言い出すことができなかったと謝っていたらしい。その証言をもとに和樹に確かめたところ、彼は否定したが、企画を盗んだという噂は社内に広がっていった。さらには企画の詳細を聞いても、あの企画書に書いてあること以上のことを答えられない和樹を不審に思った社員から上司へクレームが上がり、もう一度和樹を社長は問い詰めた。それでも和樹は、とんでもない。あれは僕が考えました。
と引き下がらなかったらしい。そこで社長は企画の内容に言及した。君は企画会議で詳細を説明できなかったそうじゃないか。それはどういうことなんだ。この問いには何の言い訳もできなかったらしい。社長が詰め寄ると観念したように和樹は白状し、責任を取ってリーダーから外され、遠方の支社へ移動となった。そして息子の言い分を鵜呑みにし、本来の発案者である僕を移動させた専務は責任を取り、現在停職処分中だという。そんなことが起こっていたんですね。本当に申し訳なかった。君の抗議が私のところへ届く前に専務が揉み消していたことも分かったよ。彼には君に直接謝罪するように言ってある。僕は気になっていることを思い切って聞いた。じゃあ、あの企画はその後どうなったんですか？今は一時休止中だ。君さえ良ければリーダーを任せたいと思っているんだが、どうだ？ぜひやらせてください。お願いします。迷う必要なんてない。即答すると社長と大隅社長は満足そうにうなずいた。それからというもの、僕は和樹から解放され、のびのびと仕事に取り組むことができた。そのおかげもあってムクムクとアイデアが浮かんでくる。コンペの企画のリーダーとしても無事に成功を収めることができた。そしてその成果が認められて、今ではいくつものプロジェクトを任されている。リーダー、ここで使う音楽について提案があるのですが。わかりました。じゃあ今日の会議に資料を持ってきてください。検討して時間があればみんなにも聞いてもらいましょう。はい。照れくさかったリーダーという響きにも近頃は慣れてきた。そしてチームでの活動の合間にも、昼休みにはおなじみのベンチに一人で来ている。なんか久しぶりだな。一人ごちながら周囲を見渡す。本社に戻ってから企画が次々採用され、会社から表彰されるほどになるなんて昔は想像していなかった。忙しくてここへ来られないことが多くなったけれど、この場所は今でも僕の大切な場所だ。風が気持ちよく、行き交う人々の声を聞いていると新人の頃の気持ちを思い出すことができた。そうして再び思いついたアイディアをスマホにメモする。今日もまた新しい企画を模索中だ。